王子殿学王子神社の殿学は、古より王子殿学と呼ばれ、東京都北区王子神社の夏8月の祭礼に奉納される、形式日に優れたタラガ踊り、東京都北区指定向け民族文化財。鎧武者たちに守られた8人の舞堂が、大太鼓と笛の音に乗って、瓶座皿、笹のうち、棒笹でない瓶座皿のものを打ち鳴らしながら、 中世の面影を今に伝え優美に踊る。王子伝学は、伝学習を招く、七度半という神迎え儀礼がある、こと、三名の鎧武者が伝学習を敬語すること、踊りの一番に、注文口という番組があること、など、中世芸能の特徴を多く維持している。一般の伝学が、濃厚儀礼であるのに対し、 マジ祭難ヨけを記念する魔ヨけの伝学として赤い紙垂れをつけた花傘をかぶって踊られるところも特徴的である。古来、踊り手は別当時の旧金デラの6人の若造と主役の2人の稚子像であったが明治時代以降の神仏分離により神社自身が伝学を担うようになって以降は主役を含めて8人の小中学生が務めるようになっている。 第二次世界大戦までは、毎道の被る八木の花笠が、監修の頭上に投げられ、それを縁起物として奪い合う、王子の喧嘩祭りとして知られていた。戦災による忠実を挟んだ現在では、殿学の終了後に歌詞や手拭いなどを巻く福末期が行われる。源の頼朝敗下にあって、当地を支配した都市町が、児童を務めた熊野神宮の浜王子社より若市。 大小神を、現行二年、当地に誕生した折に始められたと考えられているが、それが、熊野由来芸と考えるには、芸体からは考えにくい。豊島氏が、鎌倉幕府の重臣であったこと、北条高時が、田楽に端出したこと、王子田楽経営武者ぶりは、熊野の田楽には見られないようぶりであること、などからして、鎌倉文化が王子にもたらされたと考える方が、妥当である。 豊島市は、最盛期には、現在の東京都北部から埼玉県南部に至るまで支配域を広め、中心は、王子にあった。小林一茶の、槍荒木在々踊れ里荒は,は、王子殿学を見物した時に読まれたくとして知られる。槍とは、王子神社のご神父のこと。戦災を受け40年にわたり中絶していたが、1983年、地元有志が組織を作って、 復興を果たし今日に至っている。踊り番組には12番ある。ありがとうございます。